今日は皆さんに謝らなければいけないことがあります。私、きまちゃんは2022年大人夢チャレンジと題して1ヶ月に1つずつ子供の頃からの夢に挑戦していくという企画をやっています。その3月の課題として1ヶ月間でコサックダンスを踊るという課題に挑戦していましたが、3月早々にチャレンジを諦めました。本当に申し訳ございませんでした。そして諦めたにもかかわらず、こうして報告が遅くなったこと、重ねてお詫び申し上げます。どうもすいませんでした。ということなんですけども、大人夢チャレンジですね。このチャンネルのメインコンテンツとして、2022年の12ヶ月間、子供の頃からやりたかったことに一つずつ挑戦していくという企画を行っているんですけども、コサックダンスを踊るという課題を3月に立てたんですけども、無謀でした。コサックダンスは練習はしていました。ただ、1週間で諦めました。膝を壊しました。もうこれは本当正直な話をするんですけども、膝が痛くて踊れません。舐めてました。完全に。一応、下調べはしたんですね。コサックダンスっていうのはどういうものなのか、どういう練習が必要なのか、どういうリスクがあるのかっていうのをね、あらかじめちょっと調べて3月課題に臨んだんですけども、コサックダンスのデメリットというか、コサックダンスを練習するにあたってのリスクの中に、腰と膝を痛めるっていうのはあらかじめ書いてあったんですね。あらかじめ書いてあったので、すごく注意して、練習はしていました。痛くなったらやめようとか、こうなったら痛くなるだろうなっていうのは自分であらかじめちょっとは考えて練習をしていたつもりなんですけども、そもそもコサックダンス練習とかで調べても、もうほとんど出てこないんですよ、情報が。まず初日やってみて、5分10分で足腰がもう立たなかったです。それほどきついものだっていうことが分かりました。そして、その後、ちょっと時間が経ってから、膝がね、痛くなったんです。で、僕もともと、マラソンランナーとしても、もうここ数年、5年、6年ぐらい走ってますし、結構、足には自信があったんですね。コサックダンスはもう別物でした。そもそも、片足でスクワットができないですね。まず。もう片足だけで体重を支える。しかもジャンプ、ちょっとジャンプしながら、全体重プラスアルファ、片足で支えるっていうのは、ものすごく足、もしくは膝にね、負担がかかるっていうことが分かりました。僕の練習方法とか、体が硬かったりとか、練習方法とかっていうのもあるので、それが原因でね、膝を痛めたっていうのはあるかもしれないんですけども、まさかね、こんなに早く、そういった痛みが来るとはね、思ってなかったので、もう本当に侮っていましたね。もう日常生活歩くのにも支障が出るレベルぐらいで結構膝を痛めてしまいまして、これ練習続けるのは無理だなと思って、膝の様子を見ようと思って練習休んだんですね。練習休んだんですけども、これ一向に膝が良くならなくて、ちょっと良くなったのが1週間ぐらい経ったんですよ、もうすでに。もう膝の痛みを取るのに1週間ぐらい経ってしまって、もうこれ1ヶ月で無理だなってもうその時に思いました。ただやるって言った手前、やっぱその1週間とか10日で諦めますっていう動画も出したくなかったので、今ね、1ヶ月以上経って報告することになってしまって、それは本当に申し訳ないんですけども、やる気はあったんですけども、体がついてこられなかったっていうのがもう原因で、コサックダンスを踊るどころじゃなかったです。で、ちょっと調べたところ、まずコサックダンスを踊るには、そのバレエとか基礎的な部分を積まないと、コサックダンスってそもそも結構踊れないみたいなんですね。っていうのもありまして、本当に舐めてました。コサックダンスね、もう本当に3月の半ば、15、16日ぐらいから、もう練習はしてないんですけども、なんなら、今でも膝が痛いです。屈伸とかすると、結構ここが張っていたりとか、左膝なんですけど、僕の場合。無理してでもやればよかったんですけども、ちょっと今年、2022年の大きな目標として、マラソンサブ3っていうのを掲げてまして、フルマラソンの3時間切りですね。マラソンランニングに支障が出てたんですよね。出る可能性があるというか、もう出てたんですね。今月4月の目標を僕、3年ぶりにね、岐阜清流ハーフマラソンが、岐阜で開催されるんですけども、高橋尚子さん、Q ちゃんの主催の大会が開催されるんですけど、そこに向けてね、ランニングマラソンはね、頑張っていきたいなと、もうあらかじめ4月は思っていたので、そこをね、棄権してまで、コサックダンスを踊るっていう決断が僕にはできなかったです。はい。それは本当に申し訳ないです。人生としてね、長い目で見たときに、マラソンランニングは僕はずっと続けていきたい種目だと思っているので、そちらの方をごめんなさい、優先させていただきました。もうこれに関して言えばもう言い訳も何もないです。はい。もう本当に僕の脚力不足というか実力不足で、あとコサックダンスを舐めてたっていう部分もあって、1ヶ月ではね、到底コサックダンスを踊り切ることはできなかったということ。ちょっとそれぐらいリスクがあるってことをね、ちょっと今回伝えたかったっていうのもあって、この動画撮りたいなと思ってます。いや、本当に、膝痛いです。マジで。まあ、今だいぶ良くなったんでね、正座ぐらいはできるんですけど、本当に痛い時はマジで曲げれないっていうか、マジでしゃがめないぐらいの時はありました。ちゃんと鍛えないと体を壊しますっていうほど結構過酷なダンスだっていうことが分かりました。まあ、それを分かっただけでもまあやった意味はあるのかなと、まあ多少思いたいところではあります。はい。というわけで、まあ終始ね、今回はちょっと暗い話題になってしまったんですけども、まあ、本当はね、何かね、こう元気を与えられるような動画を撮れればなと思ったんですけども、ちょっとその考えじゃ甘い部分はありました。まあ、正直この課題は、そのウクライナとかね、ロシアの今の昨今の、まあ、世界情勢があって、まあちょっとでもね、応援したいなって気持ちもあって、まあそもそも子供の頃からやりたいことではなかったんですけども、ちょっと頑張ってやってみようかなっていう気持ちで、まあ、差し込んだ課題ではあったんですけど、まあ、ちょっとねこんな結果になって本当に申し訳ないなって思います。はい、ということで今回は、コサックダンスね、ちょっと1ヶ月間頑張ろうと試みたんですけども、まあすぐ断念してしまいました。まあ、本当に無理はできなかったので本当に申し訳ないです。そこはでも皆さんもね、今回コロナの件でもね、まあそうですけども、まあ、体健康がねやっぱ一番だっていうことはね、皆さんここ数年で本当に強く感じていることだと思いますので、その怪我とかね、あと病気もろもろにね気をつけて、皆さん健康でね毎日日々過ごしていっていただければなと思います。また4月から4月はハーフマラソンサブ90、ハーフマラソンの90分切りを目指してね、音の夢チャレンジ頑張っていきたいと思いますので、そちらの方もねぜひ応援よろしくお願いします。では今回はこれで終わります。ありがとうございました。